この動画は高知県香美市の住宅塗装彩りの提供でお送りします。おうち丸ごと塗り替え、住宅塗装は彩りにお任せください。ここは愛媛県西条市。今回は西条市の一番山奥にあった東の川集落跡を訪ねます。現在地はここ。ここからさらに山深く入って、ここが東の川です。ここは西条市街から鴨川を遡ることおよそ38キロメートル、高口というところで三壁橋という橋を渡っています。ここで右に行くと旧石槌村ですが、今回は左に行きます。この辺りは石槌山のふもとであり、非常に険しい地形です。今走っているのは県道12号ですが、昭和初期まではこの道路もなかったようです。犬がいます。こんなところでどうしたのでしょうか。左は鴨川で、岩盤がむき出しの荒々しい様相の渓谷です。こんな険しい山奥に人が住む集落があったというのは不思議な感じもするのですが、人が住むだけの豊かな資源があったということでしょう。車が来ました。ちょっと狭いので下がります。この辺りはもう西の川地区です。さて、高口から 3.6キロメートルほどの地点で、ここには石槌ロープウェイがあります。道路上の人は駐車場への呼び込みです。石槌登山ではないので駐車はしません。
石槌ロープウェイの三陸下谷駅です。ゴンドラが降りてきました。ここ三陸下谷駅の標高は455メートル。ここから標高1300メートルの山頂成就駅まで一気に上がっていきます。所要時間およそ8分だそうです。さて進んでいきます。石槌ロープウェイから500メートルくらいで、かつて西の川の中心地だったところに来ました。かつては三菱系や住友系の鉱山があった地域で、鉱山事務所、社宅、病院、酒屋、雑貨店、食堂、旅館もあり、大勢の人たちでにぎわいを見せた時期もあったようですが、今はひっそりとしています。そしてここには大宮橋という橋が架かります。鴨川上流の名越谷川に架かっています。大宮橋は土木遺産に認定されたコンクリートアーチ橋です。昭和2年に完成した橋で、長さは 42.9 メートル。芸術的で美しい橋です。こんな芸術的な橋がなぜこんな山奥に架かっているのか。実はこの橋は西条市街から高知市へ至る幹線道路として計画されたのでした。明治から戦前にかけて現在の国道194号との誘致合戦があり、残念ながら敗れたため、大宮橋は人知れず残されたのです。誘致合戦に勝っていれば、この橋を渡って高知方面に行くのでした。さて、大宮橋を渡ったところには広場があるのですが、かつてここには小学校がありました。高根小学校高宮分校です。現在は小学校の講堂であろう建物だけが残されています。高宮小学校は昭和10年に高宮東の川
西の川尋常小学校が統合して開校し、昭和49年には高根小学校高宮分校となっていました。そして昭和55年には閉校となっていますが、その後西条少年自然の家として校舎は残されていました。その西条少年自然の家もなくなり、今は広い空き地となっています。子供は希望にあふれています。子供がいればそこには輝かしい未来があるのです。でもどうしたことでしょう。この地には未来を描けなかったのでしょうか。未来が消えたのでしょうか。昭和の時代、何百人の子供が希望を胸に巣立ったのでしょうが、今はすっかり空っぽになって、雄大な石槌の自然だけが横たわっています。さて、ここからは東の川です。東の川集落跡まではおよそ 1.5 キロくらい遡ります。右の谷川は東の谷川です。険しい様相を呈しています。右に古そうな道がありますが、昔の歩きの道のようです。杉林ばかりなので、周囲の景色は全く見ることができません。お墓が見えてきました。集落が近いようです。左にお堂がありました。東の川の観音堂です。かつての集落のにぎわいを感じさせます。
平成の初め頃に改築したようです。それでは進んでいきます。廃屋らしきものがありました。道路のすぐそばを東の谷川が流れています。木々の中に埋もれるようにして民家がありました。送電線はまだ現役のような感じです。民家の横を石段の道があったので上がってみます。さて、何があるのかと思いきや、しめ縄が張り巡らされています。塚のようです。ブロック塀に囲まれた民家もあります。庭の木が大きくなっているので、かなり以前から廃屋になっているようです。しっかりと雨戸を閉めて、慣れ親しんだ住みかを離れる。その思いはどんなものだろうか。表札は残されています。すぐ前を流れる東の谷川。この風景は変わらないのでしょう。ここが東の川集落の入り口といったところのようです。さらに奥に入っていきます。人がいた頃にはにぎわいがあったのでしょうが、ひっそりという言葉がぴったりです。林の奥にも石垣が見えます。東の川集落へ着きました。今、この辺りです。それでは探索してみます。
これは大きな聖徳碑です。寺川大吉公と書かれています。寺川大吉氏は長年にわたり村会議員を務め、東の川の道路拡張やバス路線開通に尽力するなど多くの業績を残した人で、その功績をたたえて碑を建立したようです。2015年に訪れた時、ここにはご夫婦がいたのですが、今はいないようです。確か山小屋の住人だったと記憶していますが、やっぱり山小屋がありました。ここは亀ヶ森への登山口。この橋を渡っていくようです。山を上がっていって遥かな空へと登っていくようです。ここ東の川にはかつて三菱系の鉱山があり、林業も盛んで映画館もあり、最盛期には500人以上が住む集落だったと言われます。大勢の子どもたちもいて、昭和10年まで尋常小学校もあったようです。この建物は民家ではなく、住友教電の事務所兼社宅跡のようです。この民家は一組のご夫婦が最後まで住み続けた民家のようです。2012年に西の川から通じる道が崩壊し、その工事に3年余りの期間を要しましたが、ご夫婦は復旧を待てず山を降りたのです。よく見ると山際には木々に埋もれるようにして廃屋がありました。草木にカモフラージュされて、廃屋は全く目立たないのですが、間違いなく人が住んでいた家屋です。子供がいたのですね。女の子でしょうか。子供がいた形跡があると集落のにぎわいが容易に想像できます。山際にはいくつかの廃屋があるようです。布団のようなものが見えます。これは伊藤さんと読むのでしょうか。そろそろ屋根が落ちそうです。今は廃屋なれど家族の暮らしが忍ばれます。草の生い茂るところは畑だったのでしょう。
山際には高く石垣が積まれています。そしてやっぱり廃屋です。道路からは見えないけれど、入ってくると廃屋があるのです。こちらの廃屋もよく見ないとわかりません。これは風呂釜でしょうか。この廃屋は大きな家だったようですが、家の形はわからなくなっています。家の裏側は切り立つ崖になっています。日当たりの悪い裏側から崩壊していったようです。内部はがらんとした空間が広がります。それでも人が生活した、その痕跡は残ります。にぎわいのあった時代は知らないけれど、当時を知る人が見れば、変われば変わるものだと思うことでしょう。さて、今回は東の川集落の道路沿いだけの探索となりました。実は東の川集落は山手の林の中に主だった集落がありました。次回は林の中の集落跡に分け入ってみます。